レッスン1「自然を探索する」このエリアのトレイルは素晴らしいですね絶対にハイキングに行ったり自然を探索したりするのが大好きです私も木々や美しい風景に囲まれているととても爽快ですこれ以上は同意できませんでした。 都会から離れて自然界とつながるのに最適な方法です。本当に楽しかった特定のトレイルに行ったことはありますかはい、先月グリーンバレートレイルに行きました。景色は息を呑むほどでした。ああ、そのトレイルについて聞いたことがある。素晴らしい滝があるはずですよね。 はい、その通りです。滝は本当に魅惑的でしたここは必見のスポットですそれなら間違いなくリストに追加します。推薦ありがとうございますどういたしまして他に提案が必要な場合はお知らせください。 この辺りではかなりの数のトレイルを散策してきた。それは知っておくと素晴らしいことです。私はいつも新しい発見の場所を探しています。さて、そろそろ秋のピクニックを計画すべきだ。美しい紅葉を楽しむにはもってこいの方法だろう。それは素晴らしいアイデアのようですね。私はピクニックが大好きで、 秋の風景と組み合わせると最高ですね。絶対に。近くの公園で素敵な場所を見つけて、おいしい食べ物を持ってきてください。私を数えて、おいしいお菓子を持ってきて楽しませるよ。素晴らしい着心地の良い毛布と飲み物を持ってきます。 今日は素晴らしい一日になりそうだ。待ちきれない。自然の美しさに囲まれた、思い出に残るピクニックになりますよ。間違いない。天気予報を確認して、近々日付を決めよう。計画のように聞こえます。秋のピクニックを楽しみにしています。 私も忘れられない経験になるよきっとそうなるでしょう自然にはいつも私たちの心を捉える方法がある絶対にそれを最大限に活用して一瞬一瞬を楽しみましょう同意したこれらの瞬間を大切にして 心に残る思い出を作りましょう間違いないすぐにお会いしましょう秋のピクニックの計画を始めましょういいですねそれまで気をつけてまた会いましょうレッスンにインタラクティブな学習最近 インタラクティブな学習方法を試しましたかはい、最近言語学習アプリを使い始めましたが、とても良かったです。ああ、どのアプリを使っていますか楽しくて効果的なものを探しています。リオリンゴを強くおすすめします。インタラクティブなレッスンがある人気のアプリです。 デュオリンゴ前にも聞いたことがある使い方は簡単ですかはいとてもユーザーフレンドリーですレッスンはインタラクティブで魅力的なものになるように設計されていますそれは有望に思えます絶対やってみるよ無料なのはい。 基本機能は無料ですプレミアムサブスクリプションで追加コンテンツをアンロックできます無料版から始めてどうなるか見ていきますご提案ありがとうございますどういたしましてインタラクティブな演習やクイズを楽しんでいただけると思いますインタラクティブな学習といえば 言語交換プログラムを試したことはありますかはい、持っています。ネイティブスピーカーと話す練習をする素晴らしい方法です。それは素晴らしいアイデアのようですね。具体的にはどのような仕組みになっているのでしょうか言語交換プログラムは、お互いの言語を学びたい人々をつなぎます。 オンラインでも対面でも会話ができます。それはすごい。本物の会話相手から学ぶようなものです。調べてみます。スピーキングスキルを向上させ、異文化について学ぶ素晴らしい機会です。間違いない。現実の会話に没頭することが、 流暢になるための鍵だと思いますこれ以上は同意できませんでしたなるべくスピーキングとリスニングの練習をすることが大切です絶対に言語交換プログラムを調べてふさわしいパートナーを見つけますそれは素晴らしい計画です 推奨事項やヒントが必要な場合はお知らせくださいありがとうアンナあなたの助けと指導に感謝します全く問題ありません言語の学習は楽しくインタラクティブでなければなりませんそうだねやる気を維持できる楽しい方法を見つけることがすべてです まさにインタラクティブな学習オプションを探り続け語学学習をエキサイティングな旅にしていきましょう私はそのことに賛成です力を合わせれば流暢に話せるようになり視野を広げることができます絶対にインタラクティブな学習を取り入れてその過程を楽しみましょう デュオリンゴを試して、言語交換プログラムに参加できることにワクワクしています。アンナさん、ありがとうございました。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。語学学習頑張ってください。私の進捗状況については随時更新します。アンナ、気をつけて、また会いましょう。 レッスン3心のこもった贈り物今年は友達のために何か特別なことをしたいです。彼らの趣味や興味について考えたことはありますか絶対に。パーソナライズされたギフトはいつでも素晴らしいアイデアです。お友達の趣味は何ですか彼は本当に写真に夢中です。 彼にそのことに関係のあるものをもらおうと思っていたそれは素晴らしいアイデアです写真集やカメラアクセサリーはいかがですかそれらは素晴らしい提案です写真集を何冊か調べて彼がどんな本が好きか見てみよう 別のアイデアとしては写真ワークショップや写真展のギフトカードなどがありますああ写真ワークショップは面白そうですね彼は新しいスキルやテクニックを学ぶことができますはいそれは彼にとって貴重な経験になるでしょう。 さらに、それはあなたが彼の情熱を支えていることを示しています。それは本当です。彼に意味のある、思いやりのあるものをあげたいです。あなたは正しい方向に進んでいます。誰かの興味に合ったパーソナライズされたギフトは、常に高く評価されます。同感です。それはあなたがその贈り物を選ぶのに熟考と努力を注いだことを示している。 絶対に一番大切なのは贈り物の背後にある思いですパーソナライズされたギフトについて他にアイデアはありますか彼の撮影スタイルにもよりますがカメラレンズや三脚を検討することもできますそれらは素晴らしい提案です完璧な贈り物を探す間。間 それらを念頭に置いておきます別のアイデアはパーソナライズされたフォトアルバムを作成するか彼のベストショットのいくつかをフレームに入れることです私はそのアイデアが大好きです彼の才能を披露し思い出を残す心のこもった方法です間違いなくそれは彼がこれから何年も大切にできる贈り物です 彼のお気に入りの写真を集めて、美しいフォトアルバムを作成します。それは素晴らしいです。彼はその贈り物の努力と感傷的な価値を高く評価するでしょう。アンナ、ご提案ありがとうございます。大変助かりました。 どういたしまして、ジョンあなたにぴったりの贈り物を見つけるお手伝いをできて嬉しいです。今年は何か特別なもので友達を驚かせられることにワクワクしています。彼はあなたが何を選んでもきっと気に入るはずです。一番大切なのは思いやりだ。絶対に彼が私にとってどれだけ大切かを示すことがすべてです。 完璧な贈り物が見つかるといいね、ジョン。ありがとう、アナ。どうなったか教えてあげよう。その話が聞けるのを心待ちにしているよ。気をつけて贈り物を選んで楽しんでください。もう一度ありがとう、アナ。またお気をつけてまたお会いしましょう。 レッスン4エレガントなギフトのアイデアドレスやパンツスーツなどエレガントで上品なものを考えていますそれは素晴らしいアイデアですおしゃれな服装なら間違いありませんどんな場面だ妹の結婚記念日のためだ彼女に何か特別なものを贈りたい。 そのようなフォーマルな場面には、ドレスやパンツスーツがぴったりです。彼女のスタイルは彼女はよりクラシックで時代を超越した外観を好みます。彼女の好みに合うものを見つけたい。ネイビーやブラックのような洗練された色の美しいカクテルドレスを考えてみましょう。それは良い提案です。 彼女の体型やスタイルにアウドレスを探してみます。別のオプションは、グレーやベージュのようなニュートラルトーンのテーラードパンツスーツです。私もそのアイデアが好きです。パンツスーツは彼女にシックで洗練された印象を与えるだろう。 必ず高品質の精緻を選びフィット感と細部に注意を払ってくださいはい、ギフトの品質が良く長持ちすることを確認したいですそれは重要です彼女が何年も着ることができる時代を超越した一品に投資した方がいいです同感です私が何を選んでも 彼女に自信と美しさを感じてほしい。アクセサリーを追加して衣装を完成させることも検討してください。それは良い点です。ステートメントネックレスやクラッチバッグもいいですね。絶対に。アクセサリーは全体的な見栄えを高め、優雅さを添えることができます。 完璧なドレスやパンツスーツを探すときは、そのことを念頭に置いておきます。彼女の好きな色や特定の好みを考慮することを忘れないでください。A、私はそれが彼女が本当に感謝し、楽しんでくれる贈り物であることを確認したいのです。彼女はあなたが何を選んでもきっと気に入るはずです。 大切なのは思考と努力だ。アンナさん、アドバイスありがとうございます。本当に助かりました。どういたしまして、ジョンあなたにぴったりの贈り物を見つけるお手伝いをできて嬉しいです。この記念日を姉と夫にとって思い出深いものにしたいです。 きっとあなたのジェスチャーや考えに感謝してくれるでしょう間違いなく彼らの関係が私にとってどれほど意味があるかを彼らに示すことは重要ですエレガントで上品なギフトをお探しの皆さんの幸運を祈りますありがとうアナ、私が何を決めたか教えてあげよう。 その話が聞けるるとワクワククするよ。気をつけてハッピーショッピングもう一度ありがとうアナ。またお気をつけてまたお会いしましょうレッスン後アクティビティの計画アクティビティは計画のように聞こえます。来週私たちの選択肢について話し合うために会いましょう。 それは素晴らしいですねブレインストーミングをして一緒に行える魅力的なアクティビティを見つけることができてワクワクしています私も新しい興味を探りながら絆を深め楽しい時間を過ごすチャンスになるでしょう間違いなくハイキング美術館訪問料理教室などのアクティビティを検討することもできます。 それらはすべて素晴らしいサウンドです。特にアウトドアを探検したり、新しい料理を試したりすることに興味があります。素晴らしい選択です。また、お住まいの地域で開催される地元のイベントやフェスティバルへの参加を検討することもできます。それは素晴らしいアイディアだ。地元の文化に浸る絶好の機会になると思います。 絶対に。新しいことを体験し心に残る思い出を作るのはいつもワクワクしますまた私たち二人が持っている特定の趣味や興味を考慮しそれらに関連する活動を見つける必要があります同感です。共通の関心事を取り入れることでその活動がより楽しく有意義なものになるだろう。 潜在的なアクティビティのリストを作成し、最も期待できるアクティビティに絞り込みましょう計画のように聞こえますある程度の調査を行い、各アクティビティに関する情報を収集することで、情報に基づいた意思決定を行うことができますそれは賢いアプローチです手元に情報があると、一緒に過ごす時間を最大限に活用できます リストができたら日付タイミング必要な予約などのロジスティクスについて話し合うことができます絶対に事前に計画を立てることですべてがスムーズに進み機会を逃すことがなくなりますジョンさん一緒にアクティビティ満載の時間を過ごせることを本当に楽しみにしています。 とても楽しくなりそうです。私も同じように感じますアナ新しい思い出を作り友情を強めるチャンスになるでしょう忘れられない体験にしようよジョン最終的にどんなアクティビティを選ぶのかワクワクしています私もアナあなたと一緒に冒険に出るのが待ちきれませんまた来週。 レッスン6フィットネスルーチン私のトレーニングルーチンは通常、筋肉を温めるためのストレッチから始まります。その後、有酸素運動と筋力トレーニングに集中しますそれはワークアウトを始めるのに最適な方法のように思えます。 通常、ストレッチにはどれくらいの時間を費やしていますか普段は10分ほどストレッチをしています。怪我を防ぐのに役立ち、これからのトレーニングに備えて体を整えます。それは良い習慣です。柔軟性を保ち、可動域を広げるにはストレッチが不可欠です。どんなストレッチをしていますか さまざまな筋肉群をターゲットにしたさまざまなストレッチを行っています足、腕、背中、首に集中していますそれは賢いことですバランスの取れたウォームアップを行うには主要な筋肉群をすべてストレッチすることが重要ですそれではカーディオについてお話しましょう普段は何をしていますか運動では 混ぜるのが好きです。外でランニングに出かけることもあれば、ジムでトレッドミルやエリプティカルマシンを使うこともあります。それは物事を面白く保つための良い方法です。通常、有酸素運動にはどれくらいの時間を費やしていますか約30分間の中強度の有酸素運動を目指しています。心拍数を上げて持久力を高めるのに役立ちます。 いいね。心血管運動には多くの健康上の利点があります。カーディオワークアウトの具体的な目標はありますか私の主な目標は、全体的なフィットネスレベルを向上させ、健康的な体重を維持することです。有酸素運動はストレスの軽減にも役立ちます。それは嬉しいですね。さて、 筋力トレーニングに移りましょう。どんなエクササイズをしますか複数の筋肉群を対象とする複合エクササイズに焦点を当てています。私のお気に入りはスクワット、デッドリフト、ベンチプレス、ローです。複合エクササイズは筋力と筋肉量を増やすのに優れています。 通常、何回セットやリピートを行いますか私は通常、各エクササイズで8から12回の繰り返しを3セット行います。自分に挑戦しながらも適切なフォームが取れるウェイトを使うようにしています。それは良いアプローチです。強度と安全性の適切なバランスを見つけることが重要です。日課で休む日はある はい、スケジュールには必ず休みの日を含めています筋肉を回復させオーバートレーニングを防ぐのに役立ちます休息日は筋肉の修復と成長に不可欠ですフィットネスルーチンに他のアクティビティを取り入れていますか時々、ヨガやピラティスなどの柔軟性とバランスのエクササイズを追加して。 全体的な可動性と安定性を向上させることを好みますそれは素晴らしい追加です柔軟性とバランスはバランスの取れたフィットネスルーチンの重要な要素です絶対に健康とウェルネスの様々な側面に対応するバランスの取れたフィットネスアプローチを取ることが重要です これ以上は同意できませんでした。あなたのフィットネスルーチンは包括的で効果的ですね。ありがとう、あな。身体の健康を優先することが大切だと思います。それは生活のあらゆる分野にプラスの影響を与えます。絶対に。健康で充実した生活を送るためには、体のケアが不可欠です。 ジョン、これからも良い仕事を続けてくださいありがとうあなあなたのサポートは大きな意味がありますこれからもフィットネスルーチンに専念していきますサポートできて嬉しいよジョンモチベーションを保ち挑戦し続けてくださいよくやってるねもう一度ありがとう。 あな、あなたの励ましに感謝します。モチベーションが保たれます。気をつけて、また会いましょう。レッスン7ホテルの部屋の予約今日は、ホテルの部屋の予約についてサポートが必要です。旅行を計画していて、快適な滞在場所を見つけたいです。 もちろん、私がお手伝いします。どこに行くつもりなのニューヨークに数日行きます。市内のいいホテルを教えてもらえますか絶対に。ニューヨークには素晴らしいホテルがたくさんあります。宿泊施設の予算はどのくらいですか おそらくミッドレンジで手頃な価格のものを探しています。清潔で快適な部屋が欲しい。わかりました。予算内でホテルを探すお手伝いをします。特定の希望や要件はありますかホテルが中心部に位置し、人気のあるアトラクションや公共交通機関の近くにあるといいですね。 それは理にかなっています。アトラクションや交通機関に近いと、街を探索しやすくなります。何泊する予定ですか私は4泊します。10日に到着して、14日にチェックアウトします。さて、その日に利用できるオプションを検索します。 シングルルームを希望しますかそれとも複数のベッドが必要ですか私にとってはシングルルームで結構です一人で旅行するよわかった別のホテルのシングルルームの空き状況と料金を確認させてくださいちょっと待ってください時間をかけてください ご協力に感謝します。ジョンさん、お待たせしました。いくつか選択肢を見つけたよ。タイムズスクエアの近くに、シティビューインというホテルがあります。口コミもよく、予算にも合います。それは有望に思えます。彼らが提供するアメニティやサービスについて詳しく教えていただけますか ホテルでは無料 Wi-Fi、フィットネスセンター、24時間対応のフロントデスクを提供しています。また、食事に便利なレストランも併設しています。それは素晴らしいですね。滞在の一環として朝食が提供されているかどうかも確認してもらえますかはい、確認させてください。 はい。シティビューインの客室料金には朝食が含まれていますパーフェクトそれこそまさに私が探していたものです早速部屋を予約してくれませんかもちろんジョン予約を続行します予約を確定するためにあなたの氏名とクレジットカード情報が必要です 私の名前はジョン・スミスです。クレジットカード情報をお知らせします。ご協力いただきありがとうございます。どういたしまして、ジョン喜んでお手伝いします。あなたのために部屋を無事予約しました。まもなく確認メールが届きます。それは素晴らしい。 ホテルの部屋を探して予約するのを手伝ってくれてありがとう。君のおかげで手続きがずっと簡単になった。お手伝いできて嬉しいよ。ジョン旅行の手配をスムーズにすることができて光栄です。他に質問がある場合や、さらにサポートが必要な場合は、遠慮なく質問してください。ありがとう、アナ。 これ以上助けが必要な場合は必ず連絡します素晴らしいサービスに感謝しますどういたしましてジョンニューヨークシティへの素晴らしい旅をしてシティビューインでの滞在を楽しんでください安全な旅をアンナもう一度ありがとう旅行を楽しみにしています気をつけて。 すぐに話してください。レッスン8、出発ゲートの変更。ああ、いや、出発ゲートが変わった。急がないと。本当にそれは予想外だ。新しいゲート番号を確認して、急いで行きましょう。 間に合うようにそこにつけるといいんだが私たちの飛行機に乗り遅れるなんてひどい心配しないで落ち着いて新しいゲート番号を見つけましょう空港のアプリで情報を確認しますありがとうアナ、ご協力に感謝します更新情報も見守っていきます。 さて、新しいゲート番号を見つけました。ゲート C23 です。ターミナル2に行く必要があります。行こう。ターミナル2、了解しました。標識と指示に従っていきましょう。絶対に。ターミナル2への方向を示す標識を探しましょう。 道に迷いたくないターミナル2の方向を示す標識が見えます私たちは正しい方向に進んでいます私たちは動き続ける必要がありますよくやった、ジョン早く安全に歩こうつまずいたり、誰にもぶつかったりしたくないはい 安全第一です。時間にも目を光らせておくべきです。遅刻したくない。間違いなく、このような状況では時間管理が不可欠です。私たちは効率的に動くべきだ。途中で長いセキュリティラインに遭遇しないことを願っています。そのせいでさらに遅れるかもしれません。 最善を期待しましまょうただし長蛇の列に並ぶ場合は辛抱強く空港職員の指示に従う必要があります絶対に忍耐が鍵です私たちはどんな障害があっても乗り越えられるよう最善を尽くします前方に第二2ターミナルの入り口が見えます。順調に進んでいるよ ジョンそれは安心です。もうすぐです。ペースを保って、できるだけ早く新しいゲートにたどり着こう。よくやってるよ。ジョンあと少しだ。前方に出発ボードが見えます。そこでゲート番号を確認しましょう。出発ボードも見えます。 画面でゲート C23 を見つけて、新しい出発ゲートを確認しましょう。これだ。ゲート C23。私たちのフライトはまだ帝国通り表示されています。やったよ、ジョン。それは大きな安心です。アンナ、この予期せぬ変化を乗り切るのを手伝ってくれてありがとう。 どういたしまして、ジョンをお手伝いできて嬉しいです。旅行中は柔軟性を保ち、変化に適応することが重要です。そうだね、アンナ。旅行は予測がつかないこともありますが、正しい考え方とサポートがあれば、どんな課題も克服できます。絶対に、ジョン。 新しいゲートがわかったので、そこに進んでフライトの準備をしましょう。同意した。ゲート C23 に向かい、飛行機に搭乗し、旅を続けましょう。アンナ、ありがとう。どういたしまして、ジョン、安全な旅を。素晴らしい旅になることを願っている。気をつけて。 ありがとう、アナ。こちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。次回まで、さようなら。レッスン9旅の冒険そうですね。それはすべて旅や新しい場所への探検という冒険の一部なのです。絶対に 予期せぬ瞬間と挑戦は興奮を高め、旅を思い出深いものにします。それは本当です。時には、計画外の回り道や途中の驚きから最高の体験が生まれることもあります。まさに、その瞬間、私たちは隠された宝石を発見し、ユニークな思い出を作ります。 なじみのない町の狭い通りで迷子になり魅力的な地元のカフェに出くわしたときのようにそうそうそれは忘れられないことでした地元の人々はとてもフレンドリーで私たちはそこで一番おいしい食べ物を食べましたこのような予期せぬ出会いや地元の人々との交流は文化への理解を深め旅行体験を豊かにすることがよくあります。 絶対に。そのつながりこそが私たちが訪れている場所とのつながりをより強く感じさせてくれますそして旅行中に遭遇する息を飲むような風景や自然の脅威を忘れないでください絶対に美しい山々から手つかずのビーチまで自然は私たちを驚かせること間違いなしです。 山の頂上までハイキングに行ったことを覚えています。そこからの眺めは息を飲むほどでした。努力して汗をかいた甲斐がありました。達成感とパノラマビューはすべてやりがいのあるものでした。確かに、旅行は私たちに挑戦を与え、快適ゾーンから追い出し、個人として成長するのに役立ちます。 それは本当です。旅行体験を通じて、私たちはより順応性が高くオープンマインドになり、回復力が高まります。そして、物事が計画通りに進まなくても、解決策を見つけ、自分の足で考え、予期せぬ事態を受け入れることを教えてくれます。絶対に。こうした不確実な瞬間こそが、大抵最も素晴らしい体験につながるのです。 ですから小さな事故のたびにストレスを感じるのではなく冒険を受け入れてそれが私たちをどこへ連れていくのか見てみましょうこれ以上同意できないはジョンすべての旅行体験に好奇心と心を開いてアプローチしましょうそうすれば美しい写真やお土産を集めるだけでなく生涯の思い出や物語も集めて共有できます。 まさに、旅の冒険は目的地だけではありません。旅と旅の途中の体験が重要です。よく言った、アナ。一緒に過ごしたすべての冒険に感謝していますし、これからももっとたくさんの冒険ができるのを楽しみにしています。 私もジョンコレからも探求し学び忘れられない思い出を作りましょうさあもっと冒険しましょう乾杯これからの旅が喜び発見、そして素晴らしい驚きに満ち溢れますようにすべての冒険を最大限に楽しみましょうレッスン11「食べ物の好み」 ここ、はい、たくさんあります。特定の種類の料理が好きですかでと私はいろいろな種類の食べ物を試すのが好きですでも選ぶとしたら私はイタリア料理のファンだと思いますああイタリア料理はおいしいパスタピザジェラートの味が大好きです 絶対に。イタリア料理の新鮮な食材ハーブチーズの組み合わせは食欲をそそりますマリナーラソースをかけた蒸しスパゲッティや安っぽいマルゲリータピザに抵抗するのは難しいですこれ以上は同意できませんでしたデザートにはクリーミーなティラミスを忘れないようにしましょう ああ、ティラミスは天国です。レディフィンガーマスカルポーネチーズコーヒーの繊細な層は完璧な組み合わせです確かにイタリア料理には豊かな伝統がありそれぞれの料理には物語があります絶対に「あなたはどうジョン好きな料理はある」。 とート、私はアジア料理、特にタイ料理がとても好きですタイ料理は素晴らしい甘み酸味、塩味、辛味みのバランスが素晴らしいはいタイ料理に使われている芳香のあるハーブやスパイスは独特で鮮やかな風味を生み出します。 美味しいパッタイや風味豊かなグリーンカレーが大好きですそして爽やかなタイアイスティーも忘れなく絶対にタイ料理は味と食感の調和がとれたものでいつも満足させてくれます食べ物がさまざまな文化や伝統への窓口になりうるのは興味深いことです。 間違いなく、さまざまな料理を探求することで視野を広げ、世界の多様性を理解することができます。絶対に、席を離れずに料理の冒険に乗り出すようなものです。 また、さまざまなバックグラウンドを持つ人々とつながり、おいしい料理の喜びを分かち合うのに最適な方法です。それは本当です。食べ物には人々を結びつけ、思い出に残る体験を生み出す方法があります。それが私が旅行をとても楽しんでいる理由の一つです。どこに行っても地元の味を味わうことができます。 これ以上は同意できませんでした。郷土料理を食べるのは、その場所の文化に浸るようなものだ。確かに、料理の背後にある伝統、歴史、物語を理解する方法です。さて、アンナ、私たち二人とも様々な料理の素晴らしさを高く評価しているようです。絶対に、ジョン。 食べ物は私たちの五感に語りかけ、私たちに喜びをもたらす普遍的な言語です。本当だよアンナ、これからも世界の味を一緒に探検して味わいましょう。楽しみにしてるよ、ジョンおいしい冒険と、他にもたくさんの料理の発見があります。乾杯。 新しい美食の旅に乗り出すにあたり、私たちの味覚が引き続き喜んでいますように。レッスン12アーリーチェックインのリクエスト空室状況、アーリーチェックインは何時にリクエストできますか通常、午前10時以降にリクエストできます。 それは知っておくとと良いことです。早めのフライトがあるし到着したらすぐにチェックインできるといいですねはい特に忙しいスケジュールがある場合はアーリーチェックインのオプションがあると便利です絶対にスムーズに移行し地たいなくまちを探索し始めるのに役立ちます。 まさにアクティビティの一日を始める前にバッグを下ろしてリフレッシュするほうがずっと楽しいです。というわけでアーリーチェックインをリクエストしてアーリーチェックインを必ずホテルに伝えておくべきですはい事前にホテルに連絡して到着時間を知らせておくことをおすすめします。 アーリーチェックインをリクエストする際、特定の時間を明記すべきですか午前10時頃にアーリーチェックインを希望する旨を伝えておくこともできますが、空室状況によってはご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。理解しました。このようなリクエストを行うときは、常に礼儀正しく柔軟に対応することが最善です。絶対に 礼儀正しく理解することはホテルスタッフからの肯定的な反応を確実にするのに大いに役立ちますそれは理にかなっています。他のゲストがチェックアウトしていて部屋の準備に時間がかかる可能性があることを覚えておくことが重要です。まさに、 ホテルのスタッフはお客様のご要望にお依頼できるよう最善を尽くしますが状況によりご希望に添えない場合もありますそのことを念頭に置いてアーリーチェックインが利用できない場合に備えて予備の計画を立てておく必要がありますそれは懸命なアプローチです 荷物を預けたり部屋の準備ができるまで近くの観光スポットを巡ったりするなど準備を整えて別の手配をしておくと良いでしょうそれは絶対に心に留めておくよアドバイスありがとうアンナどういたしましてジョン手伝えてよかった他に何か知りたいことはある実は もう一つ質問があります。通常のチェックアウト時間は何時ですか標準チェックアウト時間は通常、午後12時頃または正午頃です。よし、それに応じて出発の計画を立てておくよ。情報ありがとうございます。アンナ。問題ないよ。ジョン喜んでお手伝いします。 他にご不明な点がございましたらお気軽にご尋ねくださいそうしますもう一度ありがとうアナ、あなたの助けは大歓迎ですどういたしましてジョン素晴らしい旅をアーリーチェックインのリクエストがスムーズに進むことを願っていますアンナよろしくお願いします 気をつけてすぐに話そうあなたもよジョン安全な旅をして滞在を楽しんでくださいとりあえずさようならさようならアンナまた話すまでレッスン13テクノロジーの未来 テクノロジーとそれが私たちの生活に与える影響について、将来はどうなると思いますかワクワクする質問だね。ジョンテクノロジーは今後も進歩し続け、私たちの世界を目覚ましい形で形作っていくだろうと私は信じています。同感です。人工知能やバーチャルリアリティなどの分野では、すでに驚異的な進歩が見られました。 絶対にそしてこれらのテクノロジーは私たちの日常生活にさらに溶け込むようになると思います AI がどのようにしてさまざまな産業を強化し効率を向上させることができるかを考えるのは興味深いことですはい AI は医療輸送さらには顧客サービスにも革命をもたらす可能性を秘めていますそして もののインターネット、IoT についてはどうでしょうか将来、すべてがつながるようですねそれは本当ですコネクテッドデバイスの数が増えるにつれ私たちの家庭や都市はよりスマートで効率的になるでしょう私たちの生活がどれほど相互につながっているかを考えるのはエキサイティングであると同時に少し気が遠くなることもあります確かに 利便性と機会は増えますが、プライバシーとセキュリティに関する懸念にも対処する必要があります。それは妥当な点です。テクノロジーが進歩するにつれて、倫理的な配慮が優先されるようにならなければなりません。絶対に、イノベーションと個人情報の保護のバランスを取ることが重要です。 またテクノロジーが雇用市場にどのような影響を与えるのかも気になります自動化は多くの従来の仕事にとって変わるのだろうか自動化はすでに産業を変革していますがまだ想像すらできないような新しい機械や雇用も生み出しますそれは本当です急速に変化する職場環境で成功するためには 適応して新しいスキルを身につける必要があります継続的に学習し新しいテクノロジーを採用することが将来の雇用市場で存在感を維持するための鍵となります私は完全に同意しますテクノロジーが進化し続けるにつれて生涯学習はますます不可欠になるでしょう そして再生可能エネルギーと持続可能な技術の可能性を忘れないでください絶対に私たちはテクノロジーを活用して気候変動に対処しより持続可能な未来を想像する必要がありますテクノロジーと持続可能性の融合は大きな違いを生む強力な組み合わせです テクノロジーが地球や将来の世代にもタラスプラスの影響について考えるのは刺激的です間違いなく私たちにはテクノロジーを善の力として利用しより良い世界を創造する機会がありますつまりテクノロジーの未来には計り知れない可能性と刺激的な可能性が秘められていることは明らかです。 確かに私たちはこの未来をオープンマインドで受け入れ課題に取り組みながらテクノロジーの利点を活用するよう努めるべきですよく言ったアナ。未来は明るくテクノロジーが私たちの世界をどのように変え続けているかを見るのを楽しみにしています絶対にジョン。 好奇心を持ち続けテクノロジーの未来がもたらす機会を受け入れましょうアンナこれ以上同意できないテクノロジーが私たちの生活を向上させすべての人にとってより良い世界を創造する未来へおめでとうジョン。 進化し続ける技術環境を知恵と革新を持って乗り切ることができますように。確かに、アンナ。無限の可能性に満ちたエキサイティングな未来へ、乾杯。レッスン14、先週の会議。先週の会議に出席しましたか？ はい、やりました。かなり参考になりました。あなたはどう、ジョンあなたもそこにいたのはい、私も参加しました。講演者とプレゼンテーションは本当に洞察力に富んでいました。同感です。 取り上げられたトピックは多様で業界に関する幅広い視点を提供してくれました基調講演は特に楽しかったです新しいトレンドについての彼の話は目を見張るものでした絶対にこの分野で競争力を維持するには最新のトレンドを常に把握することが重要ですまた パネルディスカッションにも感謝しています。さまざまな専門家がそれぞれの経験を共有しているのを聞くのは素晴らしかったです。はい、パネルディスカッションはアイデアを交換し、有意義な会話を育むためのプラットフォームを提供しました。ブレイクアウトセッションでは、たくさんのメモを取りました。貴重な教訓がたくさんありました。 それは嬉しいですね。重要なポイントやアイデアを後で参照できるように記録しておくことが重要ですまたカンファレンスでは業界の専門家とネットワークを築く機会もありましたネットワーキングはこれらのイベントの非常に貴重な側面です何か面白いつながりはありましたかはい。 同じような興味や目標を共有する様々な会社の人に会いましたそれは素晴らしいです強力な専門家ネットワークを構築することで新しい機械への扉を開くことができます絶対に志を同じくする人々とつながりその経験から学ぶことは常に有益です 会議中にワークショップやトレーニングセッションに参加しましたかはい。効果的なプロジェクト管理戦略に関するワークショップに参加しました。とても魅力的でした。ワークショップは、特定の分野のスキルを高め、実践的な知識を得るのに最適な方法です。 これ以上は同意できませんでした。ワークショップのインタラクティブな性質により、実践的な学習体験が可能になります。セッションとは別に、カンファレンスの全体的な構成は満足のいくものでしたかはい、主催者は立派な仕事をしました。会場、スケジュール、ロジスティクスはうまく管理されていました。 これは、カンファレンスを成功させるために重要です。これにより、参加者はコンテンツやネットワーキングの機会に集中できます。絶対に、ロジスティクスが適切に処理されれば、学習とコラボレーションを促進する環境が生まれます。カンファレンスの重要なポイントや思い出深い瞬間はありましたか 私が学んだ重要なポイントの一つは、イノベーションを受け入れ、業界の変化に適応することの重要性でした。それは貴重な教訓です。急速に変化する環境では、変化を受け入れることが成長と成功に不可欠です。また、閉会の挨拶にも感銘を受けました。彼らは私たちに限界を押し広げ、 し力し感動的な閉会の挨拶は永続的な影響を残しカンファレンスを越えて行動を起こそうとするモチベーションにもなります確かにカンファレンスで得た教訓やインスピレーションを日々の仕事に取り入れることは非常に重要です絶対に。 学んだことを応用し、積極的に行動し続けることで、私たちはプロとしての道を歩み続けることができます。さて、会議についてあなたと話し合うことができて嬉しかったです。アンナ、洞察を共有していただきありがとうございます。同じように、ジョン、考えや経験を交換するのはいつも豊かです。ご意見もありがとうございます。 どういたしましてアンナこれからもこのようなイベントに参加して職業生活の中で共に成長していきましょう絶対にジョン今後のカンファレンスと学習と成長の機会をご紹介します乾杯、アンナこれからも知識を広げそれぞれの分野で活躍できますように。 乾杯、ジョン。これが生涯学習と成功です。次の会話まで。それまで、アンナ、気をつけて素晴らしい仕事を続けてください。とりあえずさようなら。レッスン15スマートムーブもうすぐハイキングに行く予定なの はい、そうです自然と触れ合い運動をするのに最適な方法ですあなたはどうジョンハイキングに行くことも考えていますアウトドアを散策するのはいつも爽快だそれは素晴らしいです ハイキングは心を若返らせ、活力を取り戻す機会を与えてくれます。絶対に、心身の健康を優先するのは賢いやり方です。一人でハイキングしますかそれとも友達と一緒にハイキングしますか友達のグループと一緒に行きます。その経験を他の人と分かち合う方が楽しいです。 同感です。友達とのハイキングは仲間意識を高め、心に残る思い出を作ります。さらに、トレイルで他の人が一緒にいることで安全性も高まります。自然の中を冒険するときは、常に安全を最優先する必要があります。必要な装備は準備できていますかはい。ハイキングギアをチェックして、 すべてが良好な状態であることを確認しましたそれは不可欠です適切なギアを用意しておくとハイキングがより快適で安全になります絶対に適切な履物、十分な水、トレイルの地図は必須アイテムです軽食や救急箱も忘れずに持参してください 良い点です。予期せぬ事態に備えておくことは常に賢明ですハイキング用に特定のトレイルを選んだことがありますかはい美しい景色と適度な難易度を提供するトレイルに決めましたそれは完璧に聞こえます。 自分のフィットネスレベルや好みに合ったトレイルを選ぶことが重要です確かに、これによりハイキングが楽しく私たちの能力の範囲内で行われることが保証されますハイキングを成功させるためのヒントはありますか重要なヒントの一つは、自分のペースで進み必要に応じて休憩をとることです これはレースではありません。それは素晴らしいリマインダーです。ハイキングとは、旅を楽しみ、周囲を鑑賞することです。また、環境に配慮し、痕跡を残さないの原則を実践してください。絶対に。自然は見つけたままにして、トレイルへの影響を最小限に抑えましょう。 また特に一人で行く場合はハイキングの計画を誰かに知らせることを忘れないでくださいはい目的のルートと帰りの予定時間を誰かに知らせることが重要です野外活動を行う際には常に安全を最優先する必要があります。 賢い言葉だジョン素晴らしいハイキング旅行をして自然の美しさを楽しんでいただければ幸いですありがとうあなあなたにも同じことを望みます私たちのハイキングが私たちを自然と私たち自身に近づけますように絶対にジョン賢い動きと思い出に残るハイキングアドベンチャーをご紹介します。 気をつけて。あなたもよ、あんな安全を確保して、素敵な時間を過ごしてください。次の会話まで。